はい、では今回もフリーフォーオール。前々回と前回に引き続き、同じ部屋でやってんので、ショットガンの放置マンが まだいます。で、こちらもショットガンリベンジしようと思います。今度はね、ダブルバレルではなく、このコンバットショットガン。ラピッドファイヤー解放したんだけど、つけてもあんま変わった感じしなかったんで、カグマがステディエイム。あと射程距離増やす、射程距離伸ばすやつか使ってます。まず早速塹壕に行きたいので失礼するよ。焼夷弾はね、使っておりません。マジか。オッケー。あー、そっちか。またショットガンでズンドコやってる人いるな。いない。オッケー。オッケー。ちょっとズンドコマン倒しに行こう。あれ？投げナイフどこ行った？あっ、忘れた。アホ、とってもアホ。OK。 ショットガンね、うまく使えるマップってここぐらいじゃないか。ショットガンが下手、単に下手だからだけかもしんないけど。お疲れさんです。あとはまあ、ここ SMG も強いしな。まあ、SMG どこで使っても強いんだけど。いない。この辺うろちょろしよう。逃げよう。はい、ちょっと ここの投げナイフがうまいことで当てらんない。足音する。オッケー。どっちの足音だ。こっちか。違うな、後ろだな。違うな、向かいだな。向こうだな。オッケー。もったいね、もうちょっとで火炎放射だった。でもなんとかショットガンリベンジは果たせそうだ。オッケー。どっちだ、こっちか。一発で仕留めないとな。一応射程距離は伸びてるんだけどね、限界があるんで。まだ来るな。当たれよ。足音？こっちか。リコンゴー。こっちだ。OK。カウンターもゴー。いや、レーダーあるだけで本当安心できる。
ケー。さあ火炎放射、気がつけばだいぶ迫ってきてるな。敵も来てた。はい、これは無理だ。ショットガンに切り替えてもあれは無理だ。ファイヤー。さあ、あと4人。あとはもう火炎放射タイムでいこう。ここのマップの火炎放射の組み合わせも結構最高だな。あれ、ドアブね。あ、左か。あと2人。焼夷弾の代わりに火炎放射使うっていうね。何まあ今、はい、待って。 OK、 あと1人。ファイヤー。 OK、 ここにマイン置いてってる人いるな。 OK、 火炎放射も使っちゃったけど、だね、このコンバットショットガン、ショットガンの中ではなかなか強い。ソードオフショットガンがね、強化されたかアップデート予定らしいんで、ちょっとそっちもそのうち使ってみようと思います。それじゃあ今回こんなところで。